渡るんでお願いします。よく映画館に鑑賞しに行きます。ぜひやりたいなと思ってたんですけど、結構人見知りです。1999年7月2日生まれの A 型です。好きな食べ物は関西出身なんですけど、もんじゃ焼きが好きです。結構人見知りです。でもまあ慣れてくると結構、はい、なってくるんで、まあ、そういう性格だと思います。本当に特技とかは全くないんですけど、趣味にはよく映画館に鑑賞しに行きます。特にそれ決まってなくて、暇な時は何も予定を立てずに映画館に行ってこれでいいかなみたいな感じで見てます。選手の中では結構いろいろ呼び方あったんですけど、まあ、入って入団した1年目の時にはワタルンって言ってくださいって言ったんで、まあ、そのままこっちに来てもワタルンでお願いします。基本的には外に出たいですね。はい、何の予定も立てずに買い物というか、まあ、買い物を買ったり買わない時もあるんですけど、またロロジョロするだけっていうのも結構好きです。まあ、そうですね、お父さんも野球知ってて、それで、はい、コーチもしてたので、お父さんがそのチームに入ることになりました。僕ちっちゃい頃、ちっちゃい頃と小学校ぐらいです、お父さんに結構憧れてて、そういう選手になりたいなと思ってたんですけど、はい、今では、まあ、タイプも違いますし、違う選手目指して頑張ってます。やっぱ一番は足の速さですね。はい、自分の足でチームの勝利のための1点など貢献できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。ここでスタートを切りました。速いライオンズ一席、これが初盗塁。高松渡る、やはり俊足です。さあ、これはセンターマウンドヒット。高松移籍、これが初安打です。高松移籍初安打。さあ、このヒットのボールがベンチに戻ってきました。移籍初安打です。